こちらのお茶博物館は訪れる人に毎回驚きを与えてくれます。昔は台北で最大のお茶工場であったシンフォンチュンチャーハン、こちらは100年の時代を経て今もなお生命力であふれているんですね。きれいに残っている建物だけでなく4000種類以上もの骨董品を見ることができます。こちらのまるでタイムスリップして訪れたようなこの場所で台湾茶をいただきましょう。はい、それでは台湾で美人になるお茶と言われている東方美人のお茶を入れていただきましょう。ラバマーパンラー、よろしくお願いします。東方美人は精神甘子という種類で一般の樹木とは違い農薬を使いません。茶の緑ヒメヨコバエに加えるとポリフェノールが化学変化を起こし、中にはテアニンが 60% 含まれ油を分解する効果があり美人になれます。このお茶はガビとホクホ、つまり病率と新築が産地で産出量はわずかです。蜜のような香りがします。最も重要なことは台湾のお茶がなぜ甘いかです。お茶の栽培には土壌が非常に重要です。 pH、 つまり水素イオン指数がほぼ 5.5 であること。第二は台湾の相対湿度です。湿度が日本と変わらないためお茶の栽培に適しています。第三に環境、雲と霧です。雲が非常に多く、また日差しが強いため甘く渋みのないお茶が台湾で作れるのです。老板、那请问一下这个茶具为什么这个有两个出口呢？お茶を入れるのに大切なのはお茶の葉の比率です。例えばこの東方美人なら1:55、つまり 8g です。お湯に浸す時間は65秒です。注ぐのが早ければふやかすことができず、飲むと渋みがあります。東方美人は85度で熱すぎてはいけません。100度のお湯を入れて30分ほど冷まします。沸かしたてのお水じゃダメなんですね。かき混ぜてほぐします。固まらせてはいけません。続いて急須を温めます。急須を温めるんですね。急須を揺らすことでお茶の葉が早く開き香りが出ます。なぜかでしょう。お茶切り箸、切り箸、茶かすです。茶かすを起こしてるんですね。お茶の色を見ましょう。最初に入れたお茶がオレンジっぽい色であれば基準を満たしています。飲むときはお客さんが先に飲み、主人は最後に飲みます。颜色也很像蜂蜜。はい、いただきます。香りが甘い、うん、甘い、うん、本当に全然渋みがない。ないですよね、美味しいですね。听说泡茶的第一泡是会丢掉。いいえ、これは有機茶です。農薬を使っていない有機茶ですから最初の一杯から入れたのです。栄養満点です。おー、ビームは营养最高的茶。那最好喝的是第几杯？2杯目と3杯目です。自分で研究しましたがこのお茶は5杯入れられます。また5杯分を1つの器で入れてかき混ぜるととても美味しいですよ。あ、5杯分全部合わせたお茶がラーマンが一番美味しいと。なるほど。いや、宮城さん、台湾のお茶の文化と日本のお茶の文化、ぜ
ほどラオバとちょっとお話が、ね、共鳴してた部分がありますけれども、通じる部分があるんですね。そうですよね、うん、和牽制作っておっしゃったからびっくりしました、うん、はい、ね、おしゃべりしながらいただくのかなと思ってたんですけども、うん、でもそうじゃなくって何も話さないでね、お菓子もいただかなくって、うん、お抹茶、これこの、ね、紅茶だけいただくって初めてお聞きしました。ねえ、うん、やっぱ日本のお茶の茶道ともちょっと通じるような。そうですよね、うん、はい、我觉得台湾人是真的很喜欢喝茶哦。那老板觉得是为什么台湾人这么爱喝茶？これは唐や宋の時代まで遡ります。台湾のお茶は中国大陸から入りました。当時昔は絶えず戦争がありました。例えば台南の鄭成功ですが、出陣の時兵士はお茶を携帯しました。昔のお茶は固形の兵茶で、今のようなお茶ではありませんでした。唐の時代ではお茶のほぼ 90% が兵茶で、携帯に便利でした。またモンゴルは草原にあります。お茶を飲む習慣はモンゴルからも入りました。大道亭には福建の、主に福建の安徽アモイの人が集まり、お茶の習慣も一緒に入りました。老板、但是我的印象中过年的时候啊、全家人一起边泡茶边吃东西、然后很开心的聊聊天、有这样的画面。所以台湾现在是也可以轻松的泡茶是吗？構いません。今お話ししたのは茶道で、授業のような雰囲気です。でも家庭では大きな急須で皆でお茶を飲み、おやつを食べてもいいでしょう。また食事をしながらお茶を飲んだり、お菓子を食べたりもします。皆家ではもちろん気ままにします。搭配开心的气氛，就会盖到这个茶的味道，这样啊。今天真的谢谢老板，ありがとうございました。今日はね、こちらでこのお茶の博物館で美味しいお茶をいただくだけじゃなくて、台湾のお茶の歴史もしっかりと学ばせていただきましたよね。真的谢谢，ありがとうございました。